こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。それでは引き続き、第13回、ラストオブアス、後編をご覧ください。まだ前編、中編をご覧になっていない方は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、先にそちらからご覧いただければ幸いです。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは最後のテーマはこちら。テーマ3、ジョエルとエリーの本心。ラストオブアスの物語には、2つの側面があります。一つはテーマ2でお話しした、ジョエルとエリーの関係性の推移と、それに伴う、ジョエルのエリーに対する接し方の変化と、傷ついたジョエルを、小さな女の子が必死で救おうとしている姿を描いた側面です。そして、二人の結びつきが深まっていくからこそ、いつか破滅の時が訪れるのではないかという不安が、少しずつ私たちの胸の中でせり上がってきます。二人の様子に心が温まると同時に、切なさが込み上げてくるところに、多くの人が、この物語を評価した、最大の理由があるのではないかと思います。衝突を繰り返しながら、本音をぶつけ合い、互いの違いを乗り越え、関係性が成熟し、それぞれが成長する。それがラストオブアスの物語の本質の一つです。そしてラストオブアスには、もう一つの側面があります。PS4 版の特典のコメンタリーで、上のシーンについて、次のように語られています。言葉に頼らず、どこまで二人の関係性を表現できるか試してみた。言葉で言い表すことのできないもの。それは登場人物たちの、それぞれの心の奥底にある、彼らの本心です。例えば、パートナーの死を目の当たりにした時のビル。彼は、口ではかつてのパートナーを罵りながらも、その表情は悲しみに満ちています。人間はいつも本心を口にするとは限りません。むしろ私たちは、日常生活において、本心を口にできないことの方が多いのかもしれません。また、人間は自分の思ったことを、常に正確に口に出して言葉にできるとは限りません。仮に自分では言葉にできたと思っていても、人には伝わっていなかったというのは、往々にしてあることです。ジョエルはやや言葉足らずなところがありますし、エリーもやはりまだ子供であるため、自分の思いを正確に言葉にできない場合があります。そういう意味において、同作は本当の人間の姿を、描き切った作品でもあります。第4章の冒頭、エリーはひどく落ち込んでいるように見えます。病院はすぐ目の前。エリーは人類にとって希望の光。そこで彼女は突然、奇妙な夢の話をします。満員の飛行機に乗ってたんだ。で、飛行機が急降下して、みんな悲鳴を上げるの。コックピットに行ってドアを開けたら、誰もいなかった。どうにかしようと思ったんだけど、操縦の仕方が分かんなくて。それで墜落する寸前に目が覚めた。これはおそらくエリーの心境を表したメタファーです。飛行機に乗っている満員の乗客は彼女が救いたいと思っている地球上に生きる全ての人々を表し、飛行機の急降下は人類滅亡の危機を表したものです。エリーは救世主として病院にたどり着くも、そこはもぬけの殻。彼女には人類を救う方法がわからない。そして人類は破滅へと至る。そんな悪い予感が、あの時の彼女にはあったのかもしれません。それから同じく4章冒頭で、彼女が眺めている鹿の壁画。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。このジョエルの言葉は、会話の流れから、一見さらのことを指しているように思えますが、これはおそらく、自らの手を汚し、他者を押しのけながら生きていくことの悲しみ。という意味合いも多分に含まれているのだと思います。私たちは汚れた人間よ、ずっと前からそう。彼らが汚れてしまった理由は作中のいくつかの断片的な情報によって示されています。密売、薬、殺人。
ロバートを容赦なく拷問するジョエル。冷徹に、そして躊躇なく引き金を引くテス。何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろ。後悔してる。襲撃だ。殺し方は覚えてるな。兄弟が言い争う、この場面は、二人を対比的に描くことによって、人間の良心と葛藤の、せめぎ合いを表しているのだと思います。同作のプロローグで、娘のサラが、ドラッグを売りさばいてお金を作り、誕生日プレゼントを買ったとジョークを言いますが、あの日の夜、二人で笑い飛ばすことができたジョークが、娘の死後は、ジョエルの現実となっていたようです。サラを失ってからの彼の生き様、汚れてしまった自分の姿。人間は死者に思いを馳せるとき、自らを顧みて、その人に胸を張れる生き方をしているかどうか、自問自答することがあると思います。もうサラに合わせる顔もない。そんな思いが、彼の中にはあったのかもしれません。そしてエリーもまた、ジョエルを救うため、自分を守るためにはやむを得なかったとはいえ、自らの手を汚してしまいました。ホタルを見て喜んでいたエリー。ホタルだ。これ、本物だよ。口笛が吹けたと嬉しそうに話すエリー。吹けてる。誇らしげに手を広げ、ジョエルのために扉を開くエリー。ああ、やった。じゃじゃーん。そして、男に何度も刃を突き立てるエリー。それから、キャンピングカーの中で、ジョエルは家族の死体と写真を発見することになります。写真の裏には、我が子を救うことができなかった私たちを許して、と書かれています。その後、ジョエルはエリーから、サラの写真を受け取ります。あの日、受け取ることができなかった写真です。作中、彼がありがとうという言葉を口にする、唯一の場面。おそらく、自らを責め続けた、娘を失ってからの、ジョエルの20年間の日々。そして、今目の前にいる、たとえどんな手段を使ったとしても、彼にとって、絶対に守り抜かなければならない存在。自らの身を汚しながら、彼の新たな戦いと、戦い続ける新しい理由。テスと共に、議事堂に向かう途中で、ジョエルとエリーは、次のような会話を交わします。お前の願いは叶ったか。まだわからない。けど、いい景色だね。そして、病院到着直前の二人の会話。お前の願いは叶ったか。いろんなことがあったよ。でも、すごくいい景色。まだわからないのセリフは、これから何が待ち受けているか、まだわからないという、エリーの不安な気持ちを表し、いろんなことがあったのセリフは、いろいろな辛い経験を、二人でくぐり抜けてきたことを表しています。そして、すごくいい景色の言葉には、この世界にも、まだ生きるに値する美しさがあるという、エリーの考えが込められているのだと思います。エリーは、まるで何かが吹っ切れたかのような、晴れやかな表情をしています。キリンは、小鳥などを捕食することもあるそうですが、本来は、自らの長い首を使って木の上の葉をはみ、他の動物との争いを、基本的には必要としない生き物です。エリーは、キリンの群れが横切る、穏やかで、壮大な景色に感動するとともに、まだこの世界にも、こんなにも人の心を揺さぶることのできる光景があることを知り、たとえその手は汚れてしまったとしても、まだこの光景に感動を覚えることができる自分の心に、彼女は安らぎと救いを見出したのかもしれません。ラストシーンのエリーのセリフ。待ってればいいじゃない。どうせ最後はみんなおかしくなっちゃうんだからって。私はまだ待ってるの。このセリフには、前段がありました。死にそうになったことなんて何度もあった。明日までに死ぬ可能性だって無数にある。でも戦うの、少しでも長く一緒にいるために。それが2分でも2日でも絶対諦めない。私は諦めないよ。
そしてラストシーンのジョエルの言葉。俺はな、生きるためにずっと戦ってきた。お前も何があっても戦う目的を見つけなきゃダメなんだ。この言葉を発する途中、ジョエルは一瞬だけ悲しみの表情を浮かべ、腕時計に手をやります。そして皆さんご存知の通り、ジョエルはエリーに対して明確な嘘をつきます。使ってる。使ってよ。ファイアーフライについてさっき言ってたことは全部本当だって誓って。誓うよ。しかし裏を返せば、それは彼にとって嘘偽りのない誓いの言葉でもあります。俺は生涯をかけてお前を守り抜くことを誓うよ。たとえ今はお前を欺くことになったとしても。手術室における彼の取った行動に対する受け止めは、おそらく人それぞれ意見が分かれると思います。エリーは車の中で目を覚ました時、自分の着ている手術着を見て、何この格好とつぶやきます。つまりこのセリフは、彼女は下水道で意識を失ってから車中で目を覚ますまで一度も覚醒していなかったことを意味しています。ジョエルの取った行動、そこにエリーの意思は介在していません。もともとジョエルはヒーローとして描かれていませんが、この最終局面でそれがより明確に打ち出されています。エリーは右の場面で病院に向かう自分の意思を明確に示しています。もし仮にこの時点でエリーと意思の疎通が図れる状況だった場合、ジョエルはエリーの意思を尊重したのか。その答えは物語序章で示されています。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、助けてくれ。ジョエルはサラのまだ乗れるよという言葉も、娘を守りたい一心で事実上黙殺しています。あるいは単純に耳に入らなかったのかもしれませんが、いずれにしても彼が娘の意見を聞き入れたとは考えにくいです。エリーと意思の疎通が図れない中、彼のこの行動に対して意見が分かれるのは当然のことで、むしろ作り手はこの重い命題を私たちに投げかけることで、人間がいかに多くの矛盾と葛藤の狭間で生きているかを私たちに示したかったのだと思います。ではエリーの意思とは一体どういうものだったのか。エリーはこのセリフの後に、これまで死んでいった人々の名前を口にします。行かないで、というエリーの願いを受け止めてくれた親友のライリー。まだジョエルが冷淡だった頃、自分の話に耳を傾け、可能性を信じ、命を落とした恩人のテス。そして、孤独だった彼女が、ようやく見つけることができた、新しい友達サム。お前のせいじゃないというジョエルの言葉に対し、そういうことじゃないの、とエリーは応じます。彼女は一体何を伝えようとしていたのか。おそらく彼女は自分の使命感を伝えたかったのだと思います。今までいろんな辛いことがあったよ。大切な人が去り、目の前で死んだ。私にはどうすることもできなかった。でも今は私にしかできないことがある。せめて死んでいった人たちの思いに私は報いたい。それらの人々の思いに報えるためには、自らの命が引き換えになることを彼女は知っていたのか。それは作中では示されていません。しかし彼女の強い使命感は、自らの死の恐怖をも上回った可能性も否定はできません。皆さんはどう思いますか。間接描写を散りばめ、あえて全てを明らかにせず、解釈の余地を残し、プレイヤーの想像を喚起する。そこに盗作の物語が今も多くの人の心に残り、語り継がれる理由の一端があるのだと思います。いかなる手段を使ってでもエリーを守るために戦い続けることを誓ったジョエル。自分にしかできない願いを全うしたエリー。最後の最後で二人の方向性に相違が生じてしまったのです。しかし一方で、ジョエルの思いは、ライリーがエリーに最後に残した言葉と、どこか通じるものがあります。エリーの最後の言葉、わかった。言葉の意味は肯定的であっても、それが必ずしも本心とは限りません。先ほど紹介したコメンタリーによると、このエリーのセリフの前後のシーンは、何度も修正されたそうですが、修正した理由について、エリーが嘘を見抜けないとは思えなかった。
と話しています。したがってエリーがある程度ジョエルの嘘を見抜いていた場合、彼女に与えられた選択肢はおそらく3つ。1つはジョエルと決別し自身の願いを全うする手段を新たに模索するか、もう1つはジョエルを説得し2人で願いを叶えるか、そして3つ目はジョエルと同じように本当の悲しみを乗り越えた上で少しでも長く大切な人と一緒にいるためにどんなに辛くても最後まで戦うことを矛盾と葛藤の中で受け入れるか、そのいずれかです。いつか必ず訪れる私たちの最後の瞬間まで。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回のゲームやわは8月15日更新。取り上げるゲームはゲームボーイ専用ソフトポケットモンスターです。申し訳ありませんがお話しするのは赤と緑のみになります。あらかじめご了承ください。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。